んばんは。こんばんは。なんかめちゃくちゃさ、電気発光してるわ。明るさ。お疲れ、ありがとうございます。ちょっと急遽実家に今帰ってます。ほんとありがとうございます。こんばんは。そう、ワンちゃんたちがいます。おい、ん2匹いるの。荒ぶってます。そう、さっき帰って。そうなんですよ。ココちゃん、これがココちゃん、来たねえ。うわっ、モモちゃんも来た。コモモちゃん、うわあ、びっくりした。ちょっとちょっとやめて、もう、あー、やめて。元気、元気です。我が子は元気です。毛が短くなりました。トリミングしてもらってですね。そうなんですよ、久しぶりに会ったんですよ。いつぶりだろうってぐらいに。ももちゃんそう、超元気ですよ。いますか。あ、中村舞です。そしてでも、ここちゃん来て。ここちゃん、ここちゃん、ここちゃん来て。こっち、ほらほらほら、はい、あー、ちょっとちょっと、もも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 、あー、はい、あー、これが、あー、ねー、願い、ねー、ちょっと落ち着いて。これが中村ココちゃん。ココちゃん、ココちゃん、ココちゃん、あ、いい子ね。いい子、いい子、喜んでる。ココちゃん痩せた。そう、ココちゃんめっちゃ痩せたの。いなくなった。夜行性。モモモモモモちゃん、うわー、モモモモモちゃん、もんちゃんです。うわー、うわー、勘弁してください。お願いします。静かに、静かにして。寝転びました。うん、あー、ちょっと。ダメだこりゃ。激しい、うねうねしてる。ねえ、うならないで。私おとなしい、私めっちゃ元気なんですよ、うちのワンちゃん。聞こえますか、この田舎ならではのね、このもうね、カエルのね、ゲコゲコ音が。わわ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 、ねえ、本当に事故るからやめて。ねえ、分かったけど、ちょっと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 、ねえ、事故るよ。あ、ねえねえ、ちょっと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 、ねえねえ、お願い、よいしょよいしょよいしょ、ねえ、わわ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 わ、もうダメだ、こりゃダメだ。元気ね、ねねね、ちょっと静かにしてください。いいね、ありがとう。痛い痛い痛い、あ、踏んだな。何歳、ね、9歳。9歳です。あ、静かになった。疲れたでしょ、もうね、暴れすぎてね、さっきから。入る？
ガチで、うん、私が小6の春にももちゃんが来たから、ももちゃんは9歳かな、ココちゃんが8歳かな。合ってるかな合ってるかな、確か9歳。そう、なになに、あーやめてー、ねえなんでー、それ私のでしょ私が今日帰りに買ったお菓子を、ねえちょっとお腹はダメですよ、見せちゃ。あのね、老犬マントっていうおまんじゅう買ったんですよ。おいてててて、いやいやー、ごがーねえ、落ち着いて、うん、落ち着かないおやつをね、ちょっと探られてました。ねえ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 、なんで私のじゃんなんか犬はこういうカシャカシャしたものがめっちゃ好きなんですよ。違うよ、これは私の、取らないで、よいしょ、ワンさんありがとう。久しぶりに実家に帰ってきて、そうなんですよ、狙われてます。落ち着いたかな。お、カラかわいい、かわいいね、見て、かわいい豚さんですよ、ここさんは豚さん。ココちゃん、ココちゃん、ココちゃん、固まった、うう、なんか固まっちゃった。取り寄せたんです。近い。ももちゃんがうなってる。おむつが、おむつ脱げてるよ、なんか後ろ姿が可愛い疲れた、疲れたっぽい。ももちゃんずっとブーブー言ってる、ももちゃんねえ、ももちゃんおいで、もーちゃん、こうブカブカね、もーちゃん、あ、もーもーちゃん、もーちゃん、もーちゃん見せて、もーちゃん、もーちゃん、もーちゃん見せて、もーちゃんブカブカね、あなた頭がちっちゃくて、もーちゃんブカブカでしたね。唐揚げくん、唐揚げくんではないけど、あのちょっと、そうね、嫌だった、小顔ですね、遊びたい、そうなんですよ、でもなんか久しぶりで嬉しい、賑やかです我が家。
モココの日焼け方、なんか色が違う、まずそもそも。ももちゃんはめっちゃ暴れる。かわいい、お尻がね、やきもち。ももちゃん、ももちゃん、ももちゃん来て、来た。ももちゃん、うわ、ももちゃん、うわー、やめて、お願い、静かにして。ちょっと、うわ、痛いよ。そんな激しくしたら。はい、ももさんです。元気ですね。お、あ、もうね、わかった。わあ、わあ、ももももダメだこりゃ。かわいい、かわいい、だって激しいんですよ。何してるの？本当だ、犬にいっぱい。え、なんかめっちゃ匂われてるんだけど。何？匂ったでしょ。私のこと匂ったでしょ。嗅いだでしょ今。お尻嗅いできた。お尻嗅いできたんだけど。お尻匂ってたでしょ。尻尾振ってるんだけど、なんか言ってる。ももちゃんは一人でなんか、なんだよ。静かになった。落ち着いたね。書いてる、書いてる。本日のゲストはココさんをお迎えして始めます。ココさん、はい、今日は来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。ココさん、ココさん、あ、寝転んだ。ココさん、あ、来た来た来た。ここ覚えられてる？どうだろうね。覚えてる？私のことね、覚えてた？あ、ね、ね、覚えてた？覚えてた？わー、覚えてた？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 覚えてたか。寝転んじゃった。こら。見合いになった。家になったよ、こうちゃん。もふもふしてる。そうなんですよ、こうちゃんもふもふ。
見えんよ。マイキューどこ？ここでーす。何の匂いする？ココちゃんの匂い。ココさんの匂いがしますね。多分これを浮いた。あ、ももちゃん踏んだでしょ私のこと今。もう画面が見えん。ねえ、ねえ、うわびっくりした。ねえ、くしゃみした。もうあ忙しい忙しい。可愛いでしょう。あーちょ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 、なんてことす。ん、ももちゃんが画角を変えてきたんだけど。え、めっちゃ横顔美しいやん、あなた。このここからここにかけての、あんあん横顔が綺麗ですね。ベストアングル、鼻が高い、鼻が高いだって。あー、もーちゃん、もーちゃん、もーちゃん、今度もーちゃんが来て。あー、もうもーちゃんは激しくて、あー、またこうちゃんが来た。いた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 。あー、もーちゃん、ここちゃんが。甘え、そう、超超甘えるんです。いいマッサージ。あ、乗った。完全に私の背中の上に。見て。ねえ、こうちゃん乗ってます。乗ってるのはここちゃん。くつろいでる。なんか言ってる、なんか言ってる。姉貴、そう、帰ってないんですよ。そうなんですよ。でもあの海賊、海賊はあっちの部屋にいます。海賊はあっちの部屋にいますが、はい、うちの父親です。実家に。そうなんですよ、ちょっと急遽帰らないといけない用事ができてしまい帰りました。海賊、海賊は運転するんですよ、車を。迎え来てもらった。
ゲコゲコ言ってるカエル。カエルくがね。そうなんです。で今日はこの家はお父さんと私だけ。そうなんですよね。と犬。今日はワンちゃんと寝ますねえ。こうちゃん、もうちゃん、ちょっとお母さんはいない。そうなんです。もう二人ともなんかさ、多分疲れた。アーシャ見たよ。お、そう、今日アーシャ変わったんですよ。新しいアーシャになりました。あー、もーちゃん、もーちゃん危ないよ、もーちゃん。あっあっあっ、ちょっとちょっと、なんてことあつ見た、ほんと。えー、お尻を頭側にした、悲しい。どんな気分で乗っとんやって感じ。そう、なんか新しく今日みんなのプロフィールを見るのが楽しくてちょっと見てました。なんかそう、なんか新項目で夢、自分の将来の将来っていうか、なんか夢を書くみたいなのがあって、まあ、何でもいいってことで何にしようかなって迷ったあげく、その時もブラックホールに夢中でブラックホールのこと書いた。うん、いい夢でしょ。諦めたりしないよ。私の一言は、そう、去年はあのいつだって青春は短い、うん、あれ、いつだって青春は短いじゃないか、あれなんだっけ、あれなんだっけ、去年の一言、あ違う、ペダルだわ。あ、人生、そう、歌詞から取ってるの私の一言いつも。どんな道のりも人生だ、だどんな道のりも人生だにしたんですよ去年は。そう、今回は出航の歌詞から撮ってます。そうなんです。なんか言ってる。うわベニマドンナって何？なんかみかんの種類です。あのめっちゃ甘いんですよ。ちょっと高級なんですけど、ベニマドンナっていうあのみかんの種類が愛媛にあってですね。そうそう。ぜひチェックしてください。チャオチュールあげます？いや、猫じゃないんですよ。あれ、チャオチュールって猫のだよね。チュールチュールチャオチュール。チャオチュールじゃないんですけど、あのリンゴをね、ワンちゃんにリンゴってあの種とかあげなかったら、あの皮とか実はあげてもいいらしくて、うちのワンちゃんリンゴが好きなんで、リンゴをね用意してるんですけど。え、犬用もある。え、そうなん。
聞いたことない。ただちょっとお菓子じゃなくて果物をねワンちゃんに用意してます。知らんかった、犬用もある。みかんじゃないんだ、みかんじゃない、リンゴ。リンゴは食べても OK 飲むやつ、ワンちゃんも。そう、リンゴ好きなの。リンゴ、リンゴの食べるシーン、食事シーン見ますか、ワンちゃんの。今からあげようか。もうね、くつろいじゃいましたね、ワンちゃん。私の上で見ます。今から切りましょうか、リンゴちゃん。ちょっとこうちゃん降りて、あったか、背中、背中めっちゃあったかかったよ。尻尾振ってる。食べる人、リンゴ食べる人、リンゴ食べる人、リンゴ食べる人。うわ、来た。すごい洗濯物だな。いいよ。ちょっと待って。リンゴ食べる人。ちょっとリンゴを、リンゴ、リンゴ。激しい。赤ちゃんみたい。うちのワンちゃん赤ちゃん。ちょっと一回入ってください。はい、家に入って。モーモー。寂しがってた。人間みたいなの来てた。ここにね、じゃーん、ここにいつもねいるの。飛び越えろ、これ飛び越えれないんだよ。待って、ここで切る。そう、飛び出しそう。いやね、それがね飛び出さないんですよ。かわいい、めっちゃかわいい。種と芯は取ります。待ってる。そう、待ってる。可
かわいいね。でちょっと待って、もうちょっとねちっちゃく切るね。待ってね。鼻が出てる。そう、あのうちのワンちゃん鼻高い。鼻出るね、ゲージから。うなってるの。なんか低い声がココちゃんで、高い声がって言ってるのがももちゃん。うーんがココちゃん。人間みたい、人間みたいって言われてるよ。切った。じゃーん。嬉しい。落ちるよ。もうちょっとちっちゃく切った方がよかった。ごめんね。あ、ちょ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 、あー食べた。もちゃんの、あ。とても早いです。リンゴ食べるの。どうぞ、ココさん、ココさん、これがあの待っていた品です。ももさん、ももさん、ももちゃん、もーちゃん、もーちゃん、こっちだよ。もーちゃん、もーちゃん、おいで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 。シャクシャク言ってる。夕ご飯あげなかったの。いや、あの普通に犬のご飯、ドッグフードをあげてます。はい、ももちゃんはね、その目が悪いんですよ。ちょっとそうなんです、生まれつきちょっと目が悪くて。ママはい、ここだよ。ねえ、シャリシャリ言ってるね。落ちてるよこれ、こうちゃん。ももちゃんどれくらい見えてるの。ももちゃんはほぼ見えてません。ももちゃんはね、あの赤ちゃんの頃は片目だけ、本当に視力めっちゃ弱いんですけど若干見えてたんですけど、ももちゃんはもう今はね全く見えてないですね。その分ココちゃんがめちゃめちゃ見てくるので、そう、見るのはココちゃん担当です。散歩できる。なんか水の音とかこうなんだろう、聞こえたらちゃんとジャンプしたりとか、もう道とか覚えてたりとか、結構そわそわ歩いたりするから、なんかね、おもちゃんもうね
9年目だもんね。そうだよ。あ、ちょっと。そう、めっちゃ耳が良くなるんですよ。落ちたよ。ねえ、すっごいもう、カーンみたいな。ねえ、落としたよ。めっちゃ落とす。食欲。おいしい。なんかあれがいいな。こう。は用意でございます。落ちたよ、これ落ちたよ、こぼさないで、あ、落ちたよ、ねえこぼさないで、この耳が見てね、こいちゃんがめちゃめちゃ食べるの、落ちてるよ、また落としたよ。ねえ、ちょっと落とさず食べて、あ、ちょっと ももちゃんが食べたよ。ちょ、ももちゃんが食べたよ、ここちゃんのかじったやつ。お座りと待てはできないのか、どうでしょう、やってみます。じゃあ待ってしてね、伏せ、あ、ちょちょちょ、もうももちゃんやめてください、やめてくださいよ、ちょっとちょ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 、まずココちゃんなんで、まだだよ、まだだよ、あ、ちょ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 、あ、まだです、まだです、ちょっとももさん、ちょっと邪魔しないでもらっていいですか、ちょっと、ま、待ってくださいね、ちょっと待ってください、待ってください、はい、そうです、いい子です。まだココさんか、ちょちょ、待ってもらってもいいですか、待ってください、ちょっともうちょっと、はい、わかりました、あ、じゃ、ちょ先にあげます、はい、どうぞ。はい、じゃあ、あと、はい、まだだよ、まだ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 、よし、あー、お利口ね、結構お利口さんですね、食べてる、こっちはもうかつえて食べてるんだけど、ちょっと、はい、切れ端ね、えらいね、お利口さんです、目まん丸。かけら食べてる。ももさん、ももさん、ももさんにはありますよ、ももさん、ももちゃん、ももちゃん、ももちゃん、お座りして、あー、偉い、むちゃん、
もうちょいお手して、お手、お手、お手は、あ、お手だよ、はい、あ、乗ってないよ、ねー、乗ってないよ、お手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 だよ、もうちゃん、お手、あー、お利口、もうちゃんお利口です、はい、どうぞもうちゃんの方が、ちょっと元気どうやって帰るんだっけな。カバ。お、近い近い近い。近いで。近い近い。お腹いっぱいになった？お腹いっぱいになった？お腹いっぱいになったかい？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。洋服かわいい。ありがとう。じゃん、ブラウス着てまーす。おとなしくなったね。ちなみに飲み物はゲージの中にあります。なので喉が渇いたら各自飲みに行くスタイルです。あの給水器みたいな感じですね。アップライトピアノ、そうなんですよ、アップライトピアノある。ここは私の部屋ではありません。ここは家族の部屋です。私の部屋は実は2階にあってですね、ちょっとね、ま、ちょっとあの散らかってます正直正直散らかってるんですけど、上にあります。セルフ、そうそうです、セルフです。ここにあれ見える、このお水、お水があってですね、セルフです。今日はね、ワンちゃんにずっと癒されます。うなってる。カエルの声が聞こえる。え、そうなの。なんか外にいるのが涼しくてめっちゃいい感じ。いるまで、一緒に、一緒に、ね、ワンちゃんと一緒に寝ていいのかな？なんか微妙だよね。寝たいけどね。ここにいます。よいしょ。耳かけるようになってる。なんか私がいた頃まだなんかお腹のお肉が結構多くて耳がかけなかったんですよ一人でっていうか、なんか柵とかにもたれかかって、なんかどっかにこう足とかを引っ掛けないと耳かけなかったのに、え、痩せたから？そうなの？頑張ったね。書いてる、かわいい。癒し、そうですよ回転してる、自転自転。もももも
食事減らしたらしい、なんかダイエットしたらしい。うん、めっちゃ見てくる。なんかココちゃんってありえないくらい私を見てくるんですよ。どうも。なんですか。なんでしょう。どうも。書いてる書いてる書いてる。ちょ見えん見えん。似てるよ。どういうこと？目？ワンちゃん何時に寝るの？え、ワンちゃんあんま何時とか決まってない。でもワンちゃんってずっと眠り浅いですよね。私めっちゃそれ気になる。ずっと夢見てるのかな。ちょっと何ですか？ああ、おお。いつもはゲージの中で寝てる。そう。誰と話してんの？犬、ワンちゃん。お水飲んでます。セルフサービスのお水飲んでます。あ、水分補給終わりました。終わりました。美味しかったですか先輩？セルフサービスなんだよお水は。もうびしょびしょ飲む。すごい勢いでびしょびしょ飲む。かわいおい。飲み放題の。そうなんですよ。0円です。ん？あいだまた乗ってきた。何言ってるのか分かる？もうご飯ご飯ご飯。眠い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 。散歩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 。こんな感じ。欲望のままに。で、ももちゃん特技の幽霊の手。ももちゃんの特技幽霊の手。何ですか？痛い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 。シャミ食べてるよ。痛い。くねくねしてる。くねくねしてるね。くねくねしてるんだけど。
静かに。びっくりした。お水が。どうしたんだ。なんかね、悩んでるの？うん、悩んでるでしょ、人生。よくうなる。痛い痛い。踏んでるよ。あ、お父さんがどっか行った。相談乗ってあげていいよ。え、何でも相談乗るよ。ああ、ちょっとなんてことするんですか。お宝取りに、え、ちょっと今から今から船で。誰も知らない遠い孤島の崖の上にいた。ドゥルルルルルルル。あ、お父さんがいたから悲しいんでしょう。そうでしょう。お父さんがでも結構そうご飯とかあげたりしてるので、うん、泣いてる。お仕事ですか。いや違うと思う。お父さんはどこに、え、多分あの真面目なことを言えばおばあちゃん家かもしれません。おばあちゃん家近いんですよ、めっちゃ。おばあちゃん家が徒歩で全然行けるぐらいの距離にあって、そうそうそう、近いんだ。お父さん方のおばあちゃん家が近いの。そう、マイルド、そうマイルド、すごいよくみんなわかる。父さんの実家、そうだね。いいな、なんかねこのね静かな感じに虫がピロ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 って鳴いてるのと、カエルがギギ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 ギって言ってるの音がめっちゃすごい好き。あとこのなんかこの愛媛の実家の周辺の匂い、なんかすごい好き。田んぼっていうか山が多いかもしれない。山っていうかみかん畑が多いかもしれません。え、田んぼなのかな。え、これ草の匂いなのか。めっちゃなんかさ自然って感じの匂いする。モーさん、モーさん、コンビニ近くにあるの？コンビニないのよ。コンビニがなくてね。そうなのよ。なのでご飯はちょっとなかったら困りますね。スーパーはね夜の6時とかにし、あ、なくなったのかな。なんか結構さ久しぶりに帰ったらさこういろんな建物とかが変わってたりしてさ、結構なくなったんだっけ。スーパーもないかも。あ、ないわ、スーパーないわ。
なんか前はあったんだけどね、私がまだ学生の頃は夜の6時までなんですけど、スーパーあったんですけど、もう多分なくなっちゃって、コンビニはね、車でね、もう10、20分、まあ、ちょっと行かないとないんですよね。そう、結構。そうなんです。言えてる。ももちゃん、ももちゃんを撫でてます。自給自足ではないですけども。ん？何？何？うわ。なん。え？何ですか？うわ、お、何ですか？はい。うわ。甘えてる、めっちゃ。楽しいです、ワンちゃんいると癒されます。夜ご飯ね、食べた、なんかお刺身、なんかね、いつも家帰ったらお刺身が出るんですよ。今日はね、タイのお刺身とタコのお刺身と、あとあの前後って分かりますか、なんかアジの赤ちゃん、赤ちゃん赤ちゃんの、あのアジのちっちゃい時のお魚の名前なんですけど、前後って言うんですけど、これでも方言っていうか地域によるのかな、のお刺身食べました。父さんの戦利品ね、待って、海賊だからいいよね、なんかさ、お魚めっちゃ好き。実家しばらくいない、あの本当にちょっと合間に帰ってきて、そう、全然、そうなんですよ、またすぐに広島に戻らないといけないので戻りますけども、もうちょっとだけいます、愛媛は。え、あと6分、そうなの、待って、携帯でやってるからさ、時間の感覚がわからんくてさ、セルフサービスの水を今度はももちゃんが飲んでます。奥が、うん、確かにお上品、ココちゃんバシャバシャ飲んでた。でもココちゃんすぐ終わるから飲むの、バシャバシャ飲むから。え、びっくりした、怖ーねー、怖いんだけど、うおー、長い長い、美味しかったですか先輩。こちゃん、こちゃん、もう終わるって、はし終わるらしいよ、こちゃん、こちゃん
こう。どうしたん？もう。うん？うん？舐めようとしたら？あー怖いな。あざとい。あざといやつじゃの。また明日ですね。あざとかわいい。皆さんまた明日ということで、久しぶりのワンちゃんとの配信でした。おやすみなさいです。ありがとうございます。ももちゃん終わるよ。ほら、あ、ちょ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 、ももちゃん、ももちゃん、ももさん、ももさん、わー、ちょっと本当に本当にももちゃん事故るから、もう多分事故、今日の配信事故なんですよ。本当にもうね、あの6、7割ぐらい事故ね、ね、7割ぐらい事故なんですよ今日の配信。おやすみなさい。激しすぎて。ということで、あ、ため息ついた、ため息ついたでしょ今。おやすみなさい。人間味が、もーちゃんもなんかつきます。ではおやすみなさいませ。眠そうね。眠いの？あ、眠いのか。おやすみ。おやすみ。物音にびっくりした。また明日。もも。もも。あ、帰ってきた。おやすみ。バイバーイ。